なんですけども、Apple Watch S62 の便利なアラーム機能を教えます。こちらの機能ですが、主に目覚めますや時間指定して、アラームを鳴らすといった設定を行います。私は主に目覚ましで使っています。設定する際ですが、右上の赤色のボタンを押します。このゴルフの画面が出たら、画面の下側をタップします。ゴルフ以外のアクティビティの項目が出てきます。ここからアラームを探して選んできます。ありましたね。すでにアラーム設定してますが、新規追加を選んできましょう。タイムの項目では、アラームを設定したい時間を設定します。リピートではアラームを繰り返し設定するのか、曜日指定など繰り返す条件を設定することができますよ。実際にタイムの設定とリピートの設定をやってみます。朝の目覚まし用として設定してみますね。繰り返しなし、毎日平日、週末といった設定も可能。カスタムからの曜日指定もできちゃいますよ。リピートは平日で設定します。ラベルはこのアラームが何のアラームなのか設定することができます。今回選ぶのは起床ですね。これで設定は終わりになります。アラーム作成するとこの画面でオンオフ、簡単に切り替えができちゃいます。アラーム設定することでスケジュール管理にしやすくなりますね。また Apple Watch S62 は音が鳴らない機種なので、アラームはバイブレーションでお知らせになります。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。